正隆さんが裸で腕組んでエレベーター乗ってた。やばい人やん。変態やん。あのさ、変人でくさ。やばいやつやんけ。通報しろ。吉田ってまだ様子見なんか。ひえ、変態やん。なんで裸で乗るんですか？お風呂に行くときにバスタオル一枚で行って、ちょ変態やんけ。変人じゃなくて変態だろ W。見たけりゃ見せてやるよ。ゴリゴリの露出狂やん。やべえよ吉田。会場ドン引き。原始人かよ。締め付けが。ただの変態ですよ。締め付け。でかいんやろな。寮にエレベーター？西部の寮には絶対ないやろな、エレベーター。二階もないぞ。結婚したからもう拝めない。素振りに行くだけだろ。真面目にまさかの有病ではないよな。なんで真面目な顔してそんなアホなこと言えるんや。勢いで行こう。着替え持って行くのがだるく部屋までフルチンで移動してた話かな。鼻でかいからチンコもでかそう。締め付けミシン。まずバスタオル一枚でうろつくところからもうわからん。寮だし部屋から着替え持ってくのがめんどかっただけだろ。別にわけわからんってほどでもなくね。日ハムトレードだな。しっかり調べたら犯罪してそう。それは絶対ないわ。野球やってなかったらそうだろうけど、オリックスだからセーフという風潮。わいかな。西武の寮は今年度中に新設されるから。マジ？今世紀中じゃなくて？マッチョマン選んだりアメージングとかいうセンスだし、では擁護できない。つまりオリックスに行けばいつでも吉田の吉田が見れるということか。実はあそこでかいやつより小さいやつのが堂々としとるよな。